マルチモニターに似た言葉で、セカンドスクリーンという言葉。私、パソコンでマルチモニター使ってます。こんな感じですね。すごく広くて使いやすいですね。マルチモニターに似た言葉で、セカンドスクリーンという言葉。最近流行ってるみたいですね。マルチモニターと何が違うのか。スクリーンが2個あるんだから同じじゃないか。でも、微妙に違います。まずマルチモニターっていうのは、 画面を拡張するっていうコンセプトですね。画面が狭いから横に付け足して広げる、領域を広げる。それがマルチモニターですね。縦に長くしたい、横に長くしたい、いっぱいものを表示したい。それがマルチモニターです。それ一方、セカンドスクリーンというのは、このメインのスクリーンの補助となって動くものですね。それメインで何かニュースをやったときに、その時の添付資料とかがセカンドスクリーンの方で見ることができる。そういう考えです。会議をやるときに、 会議のプレゼンターがメインのスクリーンだとすると、セカンドスクリーンは配布資料。そんな感覚ですね。家庭用の機械とかもそういう方向になっていくんじゃないか。そういうふうに予想されてます。例えば家庭用ですと、パソコンとテレビを連動させる。パソコンと iPad みたいなハンドヘルドデバイスを連動させる。そういう方法で可能ですね。まあネットワークで繋ぐっていうややこしい方法もありますけど、テレビから テレビの音声に特定の波形を残し添えて iPhone とか iPad のマイクでそれを拾って連動させた情報を表示するそういう技術そういう方法で実現するみたいですね映画館での利用も考えられるみたいですねみんながパンフレットを買う代わりにハンドヘルドデバイスそこに映画の詳細情報を表示するさらに否定する人が多かったですけど映画に連動して iPad とかの画面が動く。そういうメインの画面とは全く違うけど、関連のある情報を出す。そういう考えがセカンドスクリーンですね。あと、任天堂の Wii U 後継機ですね。あれもセカンドスクリーンみたいな考えなのかなと思いますね。ゲーム機ですと、セカンドスクリーン、新たな楽しみ方ができますね。例えば対戦をやる場合、今まで一つの画面をみんなで共有してるから、純粋なアクションゲームみたいなものはいいですけど、麻雀とかポーカーとか、 人に自分の手を見せちゃいけないもの、そういうものは実質上プレイできなかったですね。そういうものがセカンドモニターがあればプレイできる。あとはアクションゲームとかでも別に相手が見ていいけど画面が邪魔だから手元で見せるようにする。そういうこともできますね。マルチモニターとは違うコンセプトの、マルチモニターとは似てて違うコンセプトのセカンドスクリーン普及してくれるといいですね。私は賛成ですね。 マルチモニターより、その目的はもう最初から分かれてるから、誰でも使えるようになるのかなと思いますね。マルチモニターですと結局、2つあっても一方しか使わない。そういう人が多いですけど、全く用途が違うけどシンクロしてるセカンドスクリーン。それは幅広く普及するのかなって、私は考えてます。